いや、減量がきついよ。もう体重そろそろいったっぽくない？どう？見た目変わった？多分70キロぐらいになったような気がするんだけど。結構ね、3日4日前のやつを見てると、なんだろう。それくらいになったのかなっていう気はするんだけど。結構痩せてきたんじゃないかな。体はだいぶ軽いよ、今。だいぶ軽い。控えめだね、だいぶ。ていうか、炭水化物はほぼゼロじゃない。あ、ゼロとは言えないか。食べてるけど、かなり制限を加えてる感じ。かなり加えてる。まあ、普通の人からしたら、炭水化物取ってないって言ってもいいと思うよ。炭水化物はもう、ほぼほぼ取ってない状態だと思って、今10日目ぐらいかな。納豆と豆腐がベースだよ、もちろん。もちろん納豆と豆腐がベース。だから多分10日前の写真とかと比べるとだいぶ痩せてるはずなんだよね。10日前の写真とか、10日前の写真見てみる。じゃあ全然違うと思うんだよな。10日前のツイッターから引っ張ってくるか、写真。10日ぐらい前、どれくらいだろう。10日前の写真がこれか。ちょっと待ってね。これは10日前か。いや、あのね、豆腐と納豆は実はね、メインにするには良くないんだよ。タンパク質がそんなに含まれてる食品ではないの。だからダイエットをするにはいいっていうぐらいで、タンパク質が多い食事ではないんだよね。だからダイエット食品だよ。だいたい10日前の顔つきがこんな感じかな。だいぶスッキリしてきたんじゃないかな。顔ちょっと一回り丸くなったよね。顔だいぶ丸くなっ、ねえ、細くなってるよね。やったよね。多分大きさこれくらいで合ってるでしょ。10日間でこの減量厳しいもん。多分これくらいでしょ。まあ、痩せてはいるね。多分。こっからきついんだよ。おはようにゃにゃ。こっからきついね。
卵はいいですね。タンパク質のもう塊みたいなもんだから。白身はね、卵はすごくいいよ。そうだよ、太りやすい人は本当は痩せやすいんだよ、本当はね。多分ね、だからそのダイエットができない人って、俺痩せないわって言ってる人はダイエットの理論が入ってないだけなの。理論さえ分かれば人なんて簡単に痩せれるんだけど、そのコツとツボが分かんないんだよ。だきついけどね、きついっちゃきついよ。予算はすぐ痩せるよ。うん。ああ、4キロなんて、今の体重教えてもらったら4キロなんて多分ザラにできると思うよ。うん。多分俺のお腹見たらびっくりすると思うよ。顔は俺太りづらい体質だから、顔は実はそんな痩せてないんだよ。体見たらびっくりすると思うよ。多分マジかよっていうレベル。10日前、みんな俺の腹知ってるじゃん。ブヨンブヨンなの。腹がパンパンにもうベルトに乗っかってるの知ってるでしょ。もうそのレベルじゃないから。ただね、急激に痩せてるから皮が残るんだよ。あの、かっこいい腹筋にならないんだよね。大会まだ持ってきたかったけど、増量しちゃったから、強くなるために。もうちょっと痩せればよかったね。痩せ。おう、どうもどうも、うなちゃんまんこ。いらっしゃい。腹がやばい、とにかく。腹は一番効果出てる、俺は。お腹がとにかく痩せたね。とにかく腹が痩せた。まあだから食い物変えるだけでこんなに変わる。まあ運動してるからな。運動と食い物だからな。俺の場合。おはよう、みっち。明日はスパーリングだよ。明日はスパーリング。じゃあ、いただきます。寝起き寝起き。KP。KP。練習しない方がガチ感が伝わるって言ってた？そうかな。俺は練習した方がいいと思うけど。まあ、ゆいがさん、まあ、ゆいがさんは結構配信に関しては正解言うからね。まあ、俺はゆいがさんに何か言うことはないよ。あの人の方が格上なんだから。リアトツ？リアトツっていつ行く？ん？ミッチオフ会来るって言ってたっけ？入院？どうしたの？体悪くなっちゃったの？大丈夫？俺はまあなんだかんだ言って優香さん好きだからさ。俺から特にゆいかさんに言うことはないよ。これはチーズとハムのロール。チーズとハムのロールです。嫌いな人はいないけど、別に。あ、いるか。もういっぱいいるわ。嫌いな人いるよ。人間だもん。みんなだっているでしょ。
ガンマってなんだろう、ごめん。そういう医学の専門用語、俺全然わかんないわ。いるでしょ。嫌いな人いないんだ、すごいね。俺は嫌いなやつだらけだよ。好きな人もいっぱいいるけどね。糖質系のパン、ローソンのね。よくわかったね。ローソンは意識高いよ。はじめ社長の漫画がマガジンに載ってたよ。すごいね。あ、そうなんだ。はじめ社長が主人公の漫画が載ってて、すごい時代だなと思ってさ、やるじゃんと思って。ブランパンシリーズは美味しいよね。まあそれくらいいくでしょう。それくらい余裕でいくと思うよ。膝に爆弾抱えてるから水泳の方がおすすめかな。かぐらちゃんおはよう。水泳の方がおすすめかもしれない。スロット配信やりたいよ、支援して。シャグさん、水泳がいいと思うよ。水泳負荷かかんないし、筋肉ね結構使うから。水の中で歩くだけでもだいぶ違うからさ、いいと思うよ。俺唯一やってた運動が水泳なんだよね、子供の頃。荒い。ああもう俺ギャンブルやるときに理論がどうとかうんちくたれるやつバカだと思ってて、楽しもうよっていう。そう、負けも楽しんでギャンブルでしょ。負けるときほど楽しいものはないよ、ギャンブルは。勝ってても全然面白くない。ずっと勝ち続ける人生なんて俺は面白くないと思ってるから。あ、砂浜もいいんだ。
海沿いの家に住んでる人はそれいいかもしれないね。憧れるなぁ。海沿いの家。港町とかすげえ憧れるなぁ。俺は、なんで賭け事が面白いかって言ったらさ、突き詰めて本当に頭いいやつがさ、じゃあスロット打つかって言ったら絶対打たないわけよ。でしょ？金持ちって呼ばれてる人たちがギャンブルやってるのを俺はほとんど知らないのね。投資はやるけれども。投資対象としては、ギャンブルっていうのはあんまり良くないの。もちろん月40万とかぐらいはマックス勝てるけれども、時間効率が非常に悪いのね。投資案件としては。で、レバレッジが効かないっていうのは致命的なことの。まず、本当に頭いいやつ、お前頭悪いなとかギャンブラー同士言ってるけど、まず、お前らが悪いんだよっていう。まず、バカがやるもんな。あそこはバカになりに行く場所だと思ってるから、俺は。それを、期待値がどうだ、理論がどうだ、ハイエナがどうだってやってる時点で俺は笑えてくるの。そうじゃないじゃん、あそこは。わーとか、うーとか言う場所でしょ。暑いとか言う場所なんだよ。バカになりに行く場所だと思ってる、俺は。そう。低所得者。で、本当は低所得者って言ってるけれども、低所得のうちから、投資を覚えないとダメなんだよ。じゃないと金持ちには絶対なれない仕組みだから、今の社会っていうのは。福利なのね。早いうちからちゃんと勉強をして、利回りが低くてもいいからプラスになるっていう癖をつけておかないといけないの。だから俺は世の中でね、年寄りたちが貯金をしなさいとか低所得な親がよく言うけれども、実は貯金することは大事なことなんだけど、貯金っていうのは非常にリスクのあることだっていうことを知らないのよ。まず理論として。貯金自体がリスクがあるのね。現金だけで保有しておくこととか、現金っていうのはずっと長い目で見たらさ、お金の価値っていうのはどんどん下がってるっていう、お金自体の価値が下がるっていうことを知らないんだよ、普通の人は。予算も期待値理論で稼いでる。稼いでる？俺は予算が稼いでる。あれは配信で稼いでる人だと思ってるから。まあ、期待値は基本の基本かもしれないけど。それを人様に大っぴらに言うことではないよね。自分のバカさ加減が露呈するだけだから。恥ずかしいことなんだけどね。まあいいんじゃない？世の中の99%はね、低所得の人なんだから。庶民の娯楽ってやつだよな。まあ天井狙い結構好きな打ち方かもな。俺も結構それは好きなやり方かもしれない。趣味打ちが一番楽しいよ。本業を持ってて、なりわいを持ってて、でその上でまあ1日2時間とか息抜きで行ってお小遣い稼ぐっていうのが一番賢いと思うよ。だからね、本来はね、サラリーマンが2時間打って1日3000円勝つとか平均でね、そういう打ち方が面白いんだよ。1万円握りしめて閉店間際行って仕事終わりに。で、ちょろっと、まあ平均、まあ出るとき1万円。で、2回負ければいいんだから。2回負けても負けを減らすっていう。基本的に勝つ人っていうのは負けを減らすことができる人だから。どの世界でもそうだけど。確率的に絶対勝たないなんていう人はいないわけだから。
絶対負けない方法は、パツ屋に行かないことだよ。勝負しないってやつね。無敵ってやつね。最強の上の概念。大変だよ。うん。俺もプロの人見たことあるけど、本当に稼いでる人見たことあるんだけど、朝から晩まで打って、で、店回って、閉店間際、データ取って。だから1日何時間労働 ?13 時間労働でしょ、少なく見積もっても。1日13時間労働で1人30万いくかいかないか、それ以上は絶対にないんだよ。そんなバカな仕事ある。それをブラック企業って言うよ、普通の人は。そう、それ以上絶対稼ぐことはないんだから。平均すると。それはもはや仕事のレベルだよ。リーマンよりブラックだと思うよ。あとプロの人はもうデータずっと見張ってるだけだから面白くないって言ってた。みんな言う、仕事だって言ってた。ただの負けるのが楽しいっていうのは そっから来てるの。俺はそれ、そうだ、勝つの分かってるんだから。ってことはもうあとは時間をいかにかけるかだけでしょ。回すだけなんだから、つまらないよ。全然面白くないでしょ。出た目に感情ないだろうね。何パー引いたっていう確率の、確率にしか感情がないから。だから人っていうのは根拠のないものにすがるんだよ。根拠のないもの。根拠が出たらそれはもう、運じゃなくなるから。そうね、実際期待値に収束するわけだから。だからそのポーカーとかも一緒でしょ。結局カオさんいらっしゃい。運の強いやつが勝つんだよ。で、運が何なのかっていうことを、運っていうのは何なのかっていうのをね、真面目に研究してる人がいないんだよ。俺はかなり運の勉強をしてるのね。ラッキーとは何なのかっていう。